チーター、チーターチーター,チー,ターイーチーターは、派生型により、攻撃機、偵察機、戦闘機、練習機として用いられた。また、後期型は、爆撃任務や、偵察任務もこなす、多様と戦闘機として開発された。イギリス連邦の構成国家であった南アフリカでは、従来スピットファイア戦闘機、キャンベラ爆撃機、センチュリオン戦車など、主として、 イギリス製の兵器が用いられてきた。また、第二次世界大戦後は、アメリカ合衆国からも P-51 戦闘機、回 -86 回戦闘機など様々な種類の援助を受けていた。しかしながら、アパルトヘイト政策への批判から1964年に、イギリスが南アフリカに対して、金融政策を取ると、同国に対してフランスは真っ先に援助を申し入れ、 結果ミラージュ3やミラージュ海 1AGCZ 戦闘機をはじめとするフランス製兵器が導入されることとなった。その一方で南アフリカは自国での兵器開発も進めるようになった。1970年代後半になるとフランスも国連アンポリ決議418号に基づいて金融政策を取るようになった。一方でアンゴラ、ザンビア、 モザンビークのような周辺国は、旧ソ連製のミグ -21 やミグ -23、ス -22 といった高性能機を配備するようになり、これらの国と敵対関係にあった南アフリカは、装備上の困難に直面することになった。南アフリカは、老朽化したミラージュ3やバッカニア、キャンベラ等の代替として、自国のミラージュファイズを回収して用いることとした。 南アフリカは従来秘密裏に密接な関係を築き上げてきたイスラエルからの支援を受け、同国の IAI 社がやはりミラージュ3から開発したクフィルを原型にして攻撃機としての能力を中心に改良したタンザ戦闘攻撃機型のチーター E およびその複座練習機型のチーター D を完成した。複座練習型のチーター D チーター E 特フィル G7 は 同程度の能力を持った機体であったが、クフィルがエンジンをアメリカのジェネラルエレクトリック製 j 7九に換装したのに対し、チーターはフランスのスネクマ製アター QC をそのまま残していた。チーター E、D へは三十機前後が回収されたと言われ、D 型は九百八十六年七月一日から、E 型は少し遅れて九百八十八年三月から、 配備が始められた。なお、バッカニアの退役に伴いチーター D には、核兵器運用任務が付与されたとも言われているが、いずれにせよ、南アフリカの核兵器廃棄により解除されたものと思われる。チーター C その後も開発は続けられ、1995年までには、新型のチーター C の納入が完了した。同期は、 国内外の体役したミラージュ会1から取得した J79 に匹敵する性能を持つアター 9K-52 エンジンを完走している。さらに L-M-2032 ドップラーレーダーを装備して、甲子屋型 HUD を装備するなど、最新型のクフィル2000と同等の能力を備えた。兵装は固定武装の 30mm 機関砲2門の、他に V3 倍とくくり。 V3C ダーター、パイソン、シャフリルなどの空対空ミサイル及び、各種誘導爆弾などがあり、アクティブレーダーホーミング空対空ミサイルも運用できる。また、空中給油、プロープを備えるため、南アフリカ空軍の所有するボーイング707、空中給油機と連携して、より柔軟な運用を行うことができる。南アフリカでは他に、 チーター E の戦術偵察機型チーター R も開発されたが1機が製造されただけで終わっている。また、1990年代にはチーター D の1機にロシア製 SMR-95 エンジンを搭載する試験も行われていたが、チーターは南アフリカ空軍から退役することとなったため、同エンジンを用いた能力向上型の量産型は必要なくなった。 それ以降しばらくチーター CD は南アフリカ唯一の超音速ジェット戦闘機であったが2008年にスウェーデンのサーブ製 JAS39 シーグリペン対用と戦闘機に更新され退役した機体はチリやエクアドルへの輸出のほかアメリカ合衆国のドラゲンインターナショナル社や南アフリカ共和国の国営企業であるデネルエアロスペースシステムズの系列会社に売却された それと、同時期に、メガバイトマイナス 326K インパラ1、攻撃機、メガバイトマイナス 326M インパラ2、練習機も、英国の BAE 製ホークマーク120練習機、軽攻撃機に代替されている。2015年2月10日に撮影された、エクアドル空軍の式典。左からミラージュ海 1JAA、チータ C、クフィル CE。 ありがとうございます。